皆さんこんにちは、トラスティコーポレーションの富岡でございます。ブラックアウトしたいなということで、今お預かりさせていただいております。で、今ちょっとね、先ほどの動画で見てくださってた通りですね、グリルはそのままの色だったんですが、今回なんとグリルのメッキ部分塗装とフロントのリップのスポイラー、それを今回やります。これが外したバンパーになります。今ね、グリルの塗装を行っています。で、ここからこのバンパーの下にね、リップスポイラーがつくという形で、非常に楽しみでございます。こちらがグリルのベンツマークですね。今養生を今剥がしたところですが、綺麗。はい、ということで皆さんいかがでしょうか。めちゃくちゃかっこよくなりました。先ほどね、見ていただいてた、まずグリルの取り付けのね、ここのフィン2つ、こちらがまずボディと同じ色になりました。こちらがですね、グリルの3ポインテッドスターになります。こちらが先ほどのね、お伝えしていたリップスポイラーになります。形がね、先ほどお伝えしたね、あんまり良くなかったではありますが、松江がね、うちのスーパー職人が綺麗にね、取り付けしてくれたので、非常にこれがね、またええ感じに、このバルドさんのイリマ2ピースといい相性してるかと思います。完成したんですが、はい、ということで村井さん、はい、まさかの今回やっちゃいましたね、おイベントということで本当にすいません、ありがとうございます。いえいえ、なんとこの右に見えている、C63S のクーペね、はい、AMG を、はい、ご購入いただきました。ありがとうございます。いや、僕のセリフですよ。ありがとうございます。で、E クラスは先ほど今、はい、おいと言いましたけれども、はい、今、立っていただいている美人な娘さんが、はい、そうですね、はい、娘さんご夫婦で乗られるということで、はい、ありがとうございます。あの、なんとかカスタマイズさせていただいた会がこれで、はい、初めちょっとね、買い取るかどうするかっていう話だったんですけれども、ね、はい、娘さんご夫婦が乗られるということなんで、乗ってくれるということで、はい、はい、よかったと思います、はい、でも E クラスは E クラスめっちゃかっこよなったと思いますね。めっちゃかっこよなりましたね。ね、見違えりましたね。はい、よかったです、はい、でね、スペーサーも入れて、はい、バチバチに、そうですね、イヤもね、はい、村井様のもともとの希望通りになんとかだったのかなと思います。はい、それはかっこいいと思います、はい、で、右のはい、はい、C63S でニューカーで、はい、はい、こちらですね、はい、これをなんと今から、100万円近い金額をかけて、奥様大丈夫ですか。はい、大丈夫です。もうなんと素敵な奥様で、もう本当にいい奥様ですね、本当に。ありがとうございます。奥様のあの合意も得て、あの気持ちよくこちらご制約いただきました。ということでね、この C63S のクーペをですね、今から100万円近くかけて、いろいろやっていきますので、はい、ということで、あの奥様もあのありがとうございました。はい、ということで、今回は大阪府の村上様に E クラスの550これね、カスタマイズさせていただいたんですが、今回オイベンツということで、なおかつ AMG ですからね、はい、をご購入いただきました。すごくないですか皆さん、この気持ちいい買い方。ちょっと僕はね、もう羨ましい限りですが、村上さんにちょっと近づけるように僕も精一杯頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。村上さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。